阪神、ついに悪夢の13連敗が終了。ボノセファンの反応。中日の打線がクソ強いのに簡単に勝ち越してる広島、巨人、阪神って、阪神と広島が強いのか、読売と横浜が弱すぎるのか。もしかして優勝争いっても阪神広島に絞られた。横浜巨人が揃って失速しすぎやろ。もう世界平和は広島に託されたな。横浜も巨人もゲーム差だけ見たらまだ射程圏ではあるけど、阪神広島どっちも崩れる気配ないなら2球団に追いつかなあかんのきつくね。阪神の得点圏おかしくね。9月末に阪神広島の直対あるし、これ最後までもつれるやろ。中日今シーズン初の2桁得点。広島って阪神と同じようなチームだから最後までもつれそうだな。ハマスタで阪神勝ったし、広島も粘りのさよなら勝ち。優勝するチームってのはこういう強さがあるわ。広島強いやん。阪神と戦えるのは広島だけや。巨人三役中に勝ってウキウキで暴れ回った後、阪神広島にボコられる天丼何回やるんや。広島対阪神っぽいね今年は。広島は長打帝だけど謎の勝ちを押し、阪神は実力あるがここから毎年失速。どっちが勝つか。阪神は優勝するチームの勝ち方やな。阪神ハマスタ初勝利だっけ。阪神は近本が復帰して調子戻してるのが全てよな。こいつがおるの通らんのでは全く別のチームや。完全に阪神 VS 広島の形になってきたな。阪神も打線は相当内容悪いよ。今日ゲッツー4回くらいしてるからな。いや阪神粘り強いわ。粘って四球もぎ取って出塁してコツンコツンや。ホームランはそのうち中日に抜かれるんちゃうか。阪神の野手王ってほとんど近本と大山でできてるから、近本か大山かけた瞬間に塩見か去年の村上かけたヤクルトになるんだよな。阪神の守備見て、これはプロの守備なんて言葉出てくるの横浜だけやぞ。 1% 通した時も広島阪神の CS 争いやったな。確か有子同盟で王の雄大のタイトル取らせる代わりに勝ちもらった記憶あるわ。ハマスタで勝つ阪神久々に見た気がするわ。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。